小刻み。マグハイ、やめまにチャンネルのまーちゃんです。あつこです。今日はですね、見ての通り品川、はい、レーシック&アステティックスのクリニックに来ています。品川眼科クリニックって日本でも有名だと思うんですけど、実はフィリピンにもありまして、フィリピンでレーシック、目の良くなる手術ですね。で今日はですね、私がメガネ卒業ご手術についていきたいと思います。それでは早速、はい、行ってみよう。QR コード。こちら。VIP ルームって書いてある。あら。VIP ルームで。レーシックは私予約したらですね、なんと1日でテスト、検査から手術まで終わると。はい、こんにちは。こんにちは。まず問診票のご記入をお願いしたいんですよ。はい、はいはい、ご記入後に検査を開始させていただきます。まずですね、問診票、これをまず書いてください。日本語版のパンフレットもあります。ウルトラレーシックアドバンス Z プライムレーシックプロ、プレミアプロみたいですね。レーザーを使用して目の角膜を薄く削り、屈折力を調整し、視力を回復させる手術です。手術ではほとんど痛みを感じることはなく、溶眼約10分程度で終わります。早っ。私が聞いたのは1ヶ月は目の周り化粧できない。眉毛は描けるので。眉毛は描かないとまずいから。今日は、フィリピンの品川レーシックセンターの宮田恵里香さんにアシストしていただいてます。この BGC 院を主に担当しています。今日山形様に、はい、ご用いただくのはワンデイプロセスといって、検査と手術が全て1日で終わる施術になっております。でまず午前中に検査をして、午後に手術っていう形になるんですけれども、まず検査がだいたい2時間から3時間ほど、その検査結果をもとに、医師が診察をしてレーシックに適用しているかどうかを、確認します。なるほど。そこで NG が出る場合もございます。手術はだいたい10分から15分ぐらいで終了するんですけれども、マシンが2種類ありまして、そちらは後ほどご説明させていただきます。まず検査の前に注意点なんですけれども、検査の一部で瞳孔を開く目薬を、刺します。でその瞳孔を開く目薬を刺すと、眩しく感じたり、視力がちょっとぼやけて見えたりしてしまいます。なので検査をする日は運転はNG です。あとコンタクトレンズなさっている方は、1週間から2週間コンタクトレンズをしないで目を休めてから検査をしてもらいます。ちょっと検査結果にズレが生じてしまうことがあるので、そちらも注意点の一つとなっています。の訓練室、視力訓練、こちらで、大体の視力を検査します。はい、まず大体の視力を検査ということで。 This is on your forehead.That's okay. Okay. あ、見えた。バイバイ。はい。ね。プシュップシュッって。で、これとこれはやったことありますね。よいしょ。I'm wear your prescription glasses. Oh, okay. Okay. Very good. Down. This one. Left. Up. This one. Right. Very good. What about here? Down.
And then this one then. It's okay. Okay. All right. Up, down, right. あ、暗い検査ですね。ここでは、はい、目の表面にある角膜っていう膜の厚さを検査します。でこの角膜があまりにも薄い方はレーシックに適用されます。なるほど、判断されるわけですね。重要な検査です。、まあ、もう頑張りようがないけど。ブリン、open eyes。One piece covered the right eye. Okay. How do you feel? Alright, now come back again. Okay. あと1回瞳孔を開く目薬をするそうです。Hi, nice to meet you. I'm Dr. Francis Guerrero. I'm the medical director of BGC branch and also head of all the medical affairs in all of Shinagawa branches also.あ、そうなんですね。はい、はい、良かったです。はい、角膜がちょっと薄めにしていらっしゃると、視力がかなり、悪い。レーシックに合わせて角膜を強くして、かつあまり削らないように施術を追加で行う必要があります。目薬をさしているので超眩しい。もう見えない。これまだ手術前ですからね。手術前のラッシュに笑顔が太いじゃこれはいけませんね。チューズ、OK。あ、でも眉毛が隠れてる。ダメ。若い若い。ピもうこちらがまずは、プロテクトグラスといって、手術の後にかけてもらう眼鏡になります。これつけてもらうものになります。はい。これで止めるんですね。そうですね。ここにこうつけてもらって、このちょっと。くぼみがあるところを耳側につけます。くぼみがあるこうして上からテープってことですね。はい、はい、3種類にあと飲み薬。For the medication, the first one is the antibiotic and it's to prevent infection in the eyes. And the next medication is the prednisolone acetate.That's an anti-inflammatory. So, yes. So you use it to prevent swelling in our eyes. The third medication is the yellow box, and it's for an eye lubricant. So if you feel dryness or any discomfort, you use it. So that those three medication, you put in your eyes one drop each eye for the first every 3 hours for the first 24 hours. よ流れとしてはここで5分から10分だそうなんですけど、その後にあちらの方でまた5分から10分の別の手術を
行うそうです。Where will the final? Very cloudy. Cloudy, yes. But it's clearer than the look that is. Thank you. まあちょっとまだ見えにくいんですけれども、はい、数時間経ってから徐々に少しずつ見えてくるようになってくるので、はい、目薬だけ忘れないようにつけてください。3時間ごとにですね、はい。ちょっと目が開けられなかったり涙が出てきたりするんですけれども、はい、目は閉じてお休みください。で、はい、まあ、3時間から5時間経ってくると徐々にあの痛みも晴れてきて見えてくるようになるので、はい、あとすごい痛いなって感じてもあの不安にはならないで、まあ、お薬飲んだりとか、はい、ちょっとお休みになってリラックスしてください。はい、チェックアップに向かってます。翌日です。見えます、めっちゃ見える。ですね、昨日の、手術の後はちょっとやっぱ麻酔が切れてから痛い、涙がずっと出てる時間が4時間ぐらいかなあったんですけど、夜9時ぐらいには痛みもなくなってきて、視界がクリアに見えるようになってきました。時計の針とか本の表紙とかが見えて感動しました。とりあえず翌日ということで、視力検査と、はい、医師の診察を行います。はい、今日はご案内します。はい、ありがとうございます。どこも、うわー、すごい見て、あ、ちょっと眉毛がないんだった2.0 見えてます。 Look straight ahead。 あつこさんのレジック手術が昨日終わったということで、翌日の検査はどうでしたか？はい、なんとですね、私視力が 2.0 になりました。すごい1日で 2.0、 はい、はやー、一晩で、はい、回復しました。すごい、おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、みんな、はい、あつこさんのメガネ姿はもう卒業です。私たちはフィリピンのトレンドを伝えるフリーペーパーナビマニラの公開チャンネルです。詳しくは概要欄までチェックしてみてください。この動画が良かったと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。では皆さん、次の動画までキタキッズ、バイバーイ。バイバーイ。